オルガ・コンスタンティノブナは、ギリシャをゲオルギオス一世の王妃。ロシア皇帝ニコライ一世の次男コンスタンチン・大公の娘で、ロシア大公女。ロシア語名は、オリガ・コンスタンチノブナ。ロシア皇帝ニコライ一世の次男コンスタンチン・大公とその妻であるアレクサンドラ・ヨシフォブナ、大公妃の長女として、パブロフスクで生まれた。1863年。 ゲオルギオスは自分をギリシャ王に推したアレクサンドル2世に感謝を伝えるためロシアを訪問。その時に12歳のオルガと会った。4年後、皇太子アレクサンドルと結婚した実妹ダグマールに会うため再度訪問した。オルガは1867年10月にゲオルギオスと結婚した。彼女は東ローマ皇帝アレクシオス3世アンゲロスと 皇后エウフロシネドゥカイナカマテラの子孫にあたる。オルガは、事前活動に取り組む王妃として人気があった。彼女は、アテネの下町に、ギリシャで、最も規模の大きいと言われた、エヴァンゲリスモス病院、ピレウスのロシア病院を寄付した。1898年、オルガは、夫と娘が暗殺されかかった時期ですら、護衛なしに活動をした。 キド戦争の傷病者を見舞っていた1897年、オルガは兵士たちが聖書を読めないのに気がついた。ギリシャ聖教会では、小ギリシャ語で書かれた、旧約聖書、新約聖書を採用していたのである。オルガは、小ギリシャ語を学んだもの以外にも読める聖書を出版しようと、現代ギリシャ語訳版聖書の翻訳を進めた。1901年11月、 聖教会の許可なしに現代ギリシャ語版聖書が発行されるとアテネで暴動が起き当時のゲオルギオステオトキス政権が倒れ不主教の直接統治となった結局暴動は警察の手で制圧されたが8人の死者と少なくとも70人の負傷者を出した現代ギリシャ語版聖書は禁止されこれはオルガの政治的敗北となった 1920年10月、オルガの孫アレクサンドロス一世が、破傷風で急死すると、政府は、アレクサンドロスの弟パウロスに即位を依頼した。パウロスは、父コンスタンティノス一世と、兄ゲオルギオス二世が存命であることからこれを、断った。エレフテリオス・ベニーゼロス政権は、総選挙の結果退陣し、オルガの気に入りだった殺傷。 パウロス・コーントーリオティスも引退した。オルガは、コンスタンティノス一世が福井するまで摂政を務めた。オルガは、フランスのベアルンで亡くなり、ギリシャ王家が亡命していたイタリアに葬られた。1936年に王政復古が叶うと、彼女の棺は、たとい宮殿に再度埋葬された。ウィキメディアコモンズには、オルガに関する掛けごりがあります。ありがとうございます。